これより車両関越分裂更新を行います。指揮を取りますのは三雲方面団の川口副団長です。市長に対しまして、車両関越と分裂更新の開始報告を行います。教員は位置についてください。参りました車両は、松阪中消防署配備の現場指揮車です。火災救助などの災害現場で指揮本部の拠点となって総合指揮活動を行います。続きまして赤バイク隊です。地震発生時や水害時に車の入れない地域にいち早く到着し、早期の情報収集活動を行います。次は高規格救急車です。救急救命士の行う救急救命処置のため、従来の救急車に比べて活動しやすい車内空間と必要な救急機材を備えています。次は化学消防車です。新型の化学消防車で危険物火災に対応するため化学液を積載しています。次は救助工作車です。最新式の高度救助機材を積載し、交通事故救助及び火災救助並びに震災時の救助に活動します。最後尾は災害支援車です。長時間にわたる救助事案や地震等大規模災害時において消防隊員消防団の車両が参ります。同じく中央分団です。同じく徳和分団です。アサミ分団です。
断です。伊勢寺軍団、伊勢寺派です。分断、岡田の班です。可愛いなって言うんだよ。千尋へ分断、下地から班です。港分断です。嬉野方面団、豊田分団です。めっちゃおる。同じく中川分団です。三雲方面団、米野小分団、第一部です。同じく米野小分団、第2部です。飯南方面団、柿野分団、奈良班。同じく二学期分団、二班です。飯高方面団、長谷分団です。森分団です。先ほど演奏しておりました、行進曲は松阪消防課マーチでした。続きまして、ただいまからハローファイヤーマンという曲を演奏していただきます。引き続き行います分裂行進は消防団によります趣向を凝らした分裂行進が行われます。機長の前を通過する際、頭右の号令で敬礼を行います。機長、統括団長は号令いただき、他の皆様はそのままご覧ください。指揮を取りますのは松阪方面団の三浦副団長です。分裂行進が始まっております。先頭の松阪方面団三浦副団長の後、松阪消防団旗が続いています。続きまして消防団員の分裂行進です。ただいま参りましたのが女性分団です。方面団ごとに女性分団が結成されており、現在60名が所属しております。日頃地域で紙芝居や人形劇など豪華 PR 活動を行っています。次に松阪方面団です。山川松阪方面団長以下27分団、502名で構成しています。松阪市消防団最大の人員で、中東、西、南、北の5地区を担当しています。左右に提灯、揃いの発表を着て3体に分かれての勇ましい行進です。あ、そうだった、ありがとうございます。上がるような、そういう、阿古嬉野方面団長以下の7分団、257名で構成しています。
那須坂の北西部津市との隣接地域を担当しています。昨年10月に開催されました那須坂市小型本部総合大会では見事優勝を果たしています。次に三雲方面団です。奥川三雲方面団長一家ごとり団223名で構成しています。那須坂市の北東部津市との隣接地区を担当しています。団員の子どもさんと一緒に行列行進に参加していただきました。未来の消防団員の子どもたちとの交信は大変頼もしい限りであります。続いて飯南方面団です。西村飯南方面団長以下5分団192名で構成しています。飯南地域を担当しています。踊りの発表しての力強い方針です。最後は飯高方面団です。中谷飯高方面団長今5分団で197名で行進しています。ラッパ隊7名を先頭に堂々の行進です。飯高方面団は山はもちろん夏山登山における救助活動などの方でも担当しています。以上をもちまして分裂行進を終了いたします。この後は